Invitiamo tutti i tifosi a dare il proprio contributo alla nostra fondazione per l'aiuto alle popolazioni più povere. の許せない戦いが続くこのコンペティション歓喜の瞬間を目指して選手サポーター一丸となってこの戦いに臨みます。チリの首都サンティアゴ南東部に位置するエスタディオモニュメンタルでコロコロでこのゲームは行われます。4万7000のキャパシティを誇るこのスタジアムは数々の国際大会が行われるチリを代表するスタジアムの一つです。この時間はカリアリ対バルセロナ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。カリアリ対バルセロナ、このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。振り抜いた、来た、先制、カリアリ、バルセロナ相手に先にゴールを決めました。見事なコントロールシュート、これは鮮やかな一発が決まりました。これは綺麗なシュートでしたね。しっかりカーブをかけてイメージしたコースを狙ってきましたよね。素晴らしいテクニックですよね。さあバルセロナ、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね、はい、ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですから ね、やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。このボール奪いに行きます。チャンス、レバンドフスキ、さあここでカウンター、ここは対応します。ピルロ、メッシ、カットに行きます。仕掛けるか、レバンドフスキからネイマール、ネイマール、クロスを折り返す、クリア、このピンチをなんとか出します。さあサラ、レバンドフスキ、シュート、決まった、追いついた、バルセロナ見事な同点ゴール決まりました。いやこれは素晴らしい、いい展開ですよね。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道正確に乗せてきました。
いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。シュート、ルンメニゲピンポイントで合わせましたが決まりません。サイド崩されましたよね。突破されて中央守りきれてないですよね。今のバルセロナなんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。メッシさあカウンターを仕掛けます。スペースを狙った。ここはすぐ奪い返します。メッシー、いやー北澤さんこれはいいセーブでしたね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。バルセロナ今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、シュートー、ゴール、バルセロナ試合をひっくり返します。フリーの状況を見逃さず見事に決めてきました。そうですね、さすがワールドクラスの実力を見せてくれますよね。やっぱりこれくらいの選手になるとボールをもらうタイミングとか。どうだこのシュート、もう一度来た、いやーどうかー、ガリアリ、またすぐ同点です。北澤さんこれは、いやすごいな、動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。シュート、シュート、こぼれます。トニクロースへ、ビエラ、ここでファウルがありました。これはカード、このファーストハーフ最初のコーナーキックはバルセロナ、クリアです。デクラン・ライスへ、トニクロースからの柔らかいボール、ここは大きくクリア、ピンチを出します。これは読んでいました。こぼれたところのフォローいいですよね。これを読んでいました。さあムバッペ、トニクロースへ、どう入るか。さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。裏のスペースを狙う、中に入れる、頭できた、これはわずかに左でした。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。ブジョル、ムバッペ、ちさらに3ミニティでキミッヒ、このボールをカットします。メッシースペースへ、メッシーからネイマール、さあメッシー、メッシー、レバンドフスキへ、通るのかこのパス、前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。熱いゲーム、しかし北澤さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。いやこの45分だけでも1試合分の迫力ありましたね。しかしまだ同点ですから次も目が離せませんよ。カリアリ対バルセロナ、前半は2対2の同点で終了、後半へと続きます。さあご覧のように後半スタートしています。ほぼ互角の展開、メッシー細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここは奪います、体を張ります、裏へのスルーパス、
インターセプトを狙う。トニクロース、さあ右へ預けて、サラー本日ワンアシストです。トニクロース、ボールはメッシへ、カリアリ、カウンターを仕掛けていきます。このパスを防ぎます。ネイマール、レバンドフスキからカンセロ、スルーパス、メッシー、さあカウンタースピードを上げたいところ、ここはファールを取られます。これはレッドの判定、バルセロナここで10人になってしまいました。Sostituzione per il Cagliari. Numero 4. Numero 7. Numero 18. Iniesta. Numero 21. Numero 19. Lasciano il campo per il numero 8. Il numero 9. Il numero 22. Il numero 6. Sa Fambasse. ハンバス戦からエデゴーは飛び出した、つながります、シュート、いやーキーパー素晴らしいですね、いい反応でしたよね、ファインセーブですよね。ネイマール、この選手は北澤さん、ドリブルがうまいですよね。そうですね、個人で1枚剥がせるのは相手にしてみれば怖いですよね。メッシーパスでつないで攻め込んでいきます。危ない、さあカウンター、さあ勝負だ、切り込むか、ジョアン・カンセロ、さあつながるか、レバンドフスキ、シュート、ゴール、バルセロナ。サラー、うまく相手のマークを外してのシュートでした。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にするとシュート、触った、今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。裏へ届くか、いいですよ、ポジション切り替え、抜けてくる、ネイマールに渡る、リュディガー、体を張ったプレー、ペドリ、ネスタ、レバンドフスキ、ここかわす、この位置で受ける、いけるか、キミッヒ、カリアリ、カウンターを仕掛けます。素早いパスで攻め上がっていきます。いいプレッシャーです。ここでファールがありました。
cambio di giocatori. バルセロナはここで選手を変えます。カリアリとしてはまだ時間ありますからね。形は作れているので、なんとか1点差し上げたいですよね。抜けてくる。キミッヒ。もうこれいいでしょ。頭。うわあ。北澤さん、いいシュートでしたね。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。組み立てながら攻め上がっていく。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。対応します。ファンバステン、ボールのここのパス、さあ抜けた。メッシへ、メッシ来た来た、追いついた。カリアリ再び追いつきます。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。カリアリが今日はよく粘ります。サポーターも嬉しい展開。精神的にシュート。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。ネイマールへ。ネイマールからメッシ、これを読んでいた。残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。これは合いません。カリアリ、さあ逆転しました。時間はもう残りわずか。いや、ここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常に攻守のバランス良かったですからね。そうですね。ここで笛です。4対3、カリアリ逆転の試合に決着をつけました。勝利です。